大家好，我是阿伟，继续玩我的灵魂行者，试这个用锤的这个重锤的。其实大炮咁样。イリス、また外で遊びたいなら、お姉ちゃんたちみたいにおしとやかにしときなさい。でも、今外に友達が。次はこんなんじゃすまんけんね。わかったから。なんてことしてくれたの。こいつが、うちが一生懸命作ったものを壊したっちゃ。上のお姉ちゃんのようにしなくてもいいから、ユマ家に泥を塗ることだけはやめてちょうだい。でも、そんなことできんし、子息もない。家族なんていらない。みんな、いなくなっちゃえ。繰り返します。至急避難してください。一样啊，呢个又系一样，起始故事一样，有两个唔同，步枪同埋长枪嗰两个唔同，唔同阵营定咩个路线唔同？用锤一个。どっかに誘導するつもりかいな。咩武器？灵魂武器啊！これで奴らと戦えって？面白そうやね。その力は、あんたの運命を左右する力。爆発しそうな運命を吐き出す媒体。思うがままに怒りを解放して、あれ狂うその怒りで。全てを破壊するとよ。おりゃ、早くこっちよ。今度はな。
しい話は後よ。早くトラックに乗ってここから離れるわよ。阿姨，看看有没有变化先。それじゃ話を続けるわね。ここは私たちスタリーフォレスト連合の戦闘研究所、スチールグレイブよ。今から君にやってもらうことがあるの。説明を聞いてもらえる？フォレスト連合所属のオペレーターを担当している工藤エイと言います。見習いなので至らない点もあると思いますが、よろしくお願いします。かっこいいかよろしくね。要樂觀点。今からテストシミュレーションを開始します。まず前方に見える開閉装置を作動させてください。ゲートオープン。フィジカルテストに移行します。バーチャルオブジェクトをロードするので力いっぱい壊してください。はっ、くらえ。こりゃ
砕けろ。訓練用ダミーをロード。バトルシミュレーションに移行します。やっぱりね、簡単なテストなわけないよ。このバトルシミュレーションは危険なものではないので、安心して戦ってください。
又是 Asica， 咁鬼容易嘅喎。我先翻去先，有思源啦。好，完啦。呢个重取一个。